まずは日本代表初選出おめでとうございます。ありがとうございます。率直にどういうシチュエーションで聞いたのかからまず。いや、あの協会部の方に呼ばれて選ばれたよと、はい、聞きました。その時の感想は。ああ、まあでもそうですね、嬉しかったですけど、一気にこう 身が引き締まる思いというかっていう気持ちはありました。どうですか、去年自身ベストイレブンとか入っていて、やっぱちょっとこう次は代表みたいな狙ってるところとかはやっぱあったんですか。そうですね、あの川崎に移籍してきたのもやっぱそこを意識して、多分もあるので、うん、で去年はずっと活動がなかったので、あの今年はそういう活動があれば選ばれたいなと思って頑張ってたので、はい、よかったです。これまず発表あってどうですか、その誰かから LINE が来たりとかそういうのはどうですか今。あ、そうですね、ちょっとちらっと見たら結構たくさん来てたんで、ゆっくり返していこうかなと思います。ちなみに何かチームメイトから誰か言われたりしました。いや、冷やかしがすごいんですよみんなの例えば。え、それは言えないですよずっとここ何日かずっとです。全然俺は知らないのに聞いてないんですけどね、うんうん、あんじゃないって何やってる。はい、見せたいプレーとか。そうですね、かっこつけたプレーはできないので、あの本当いつも通りに、まあ、自分のベースの、まあ、球際だったり、まあ、切り替えのスピード、あと運動量ですね、そこを、まあ、全力で出し切るだけかなとは思ってます。じゃあ最後にフロンターレサポーターに意気込み、そしてまあメッセージですね、代表山根美希としてのメッセージお願いします。まあフロンターレの、選手として、行くので、しっかり、自分のプレーを表現して、頑張っていきたいと思います。頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。もういいですよ、ね、もういいっすよ。